井原正美から秋山浩二へ、最初のボールが渡ります。さあ投げた。このジグザグ道を通り抜けられるか。ぜひ次へとボールをつなげてほしいところだ。かなり難なくという感じでクリアしていきます。見事なボール運びでクランクをすり抜けていきます。見ていて何か手応えを感じさせてくれます。クランクをクリアしました。秋山浩二、パス浩二、パスどうでしょうか。どうだ。綺麗な弧を描いて渡っていきました。井原正美、坂へと向かいます。坂道に入っても全くリズムが変わりません。さあ坂を上がっていきました。ボールが軽快なリズムを刻んでいきます。まるでボールが体の一部であるかのごとく巧みに操っております。秋山浩二へボールが渡されます。いった。ボールが渡った。ボールが軽快なリズムを刻んでいきます。秋山浩二、ボールとともに無事階段の下まで行けるか。階段を着実に下っていきます。ここで乱れた。まるでボールが体の一部であるかのごとく巧みに操っております。井原正美へボールが渡されます。どうだ。ボール、危ない。非常に難関です。ハードルをどうクリアするか。ボールが軽快なリズムを刻んでいきます。軽やかにハードルを越えていく。高くボールを浮かせてハードルをクリアしていった。快調なリフティングでここまでは全く危なげがありません。井原正美、パスどうでしょうか。さあボールが通りました。非常に難関です。ハードルをどうクリアするか。ぜひ次へとボールをつなげてほしいところだ。何の乱れもなく悠々ハードルを越えていく。やってくれます。難関のハードルをクリアです。まるでボールが体の一部であるかのごとく巧みに操っております。井原正美へうまく渡すことができるでしょうか。行くか。さあボールが通りました。安定している様相を見せております。さあ上り階段へと向かいます。ぜひ次へとボールをつなげてほしいところだ。余裕すら感じさせながら悠々階段を登っていきます。まるでボールが体の一部であるかのごとく巧みに操っております。上り階段クリア。井原正美、パスどうでしょうか。さあどうだ。綺麗な弧を描いて渡っていきました。ボールが軽快なリズムを刻んでいきます。秋山浩二、下り階段をクリアできるでありましょうか。なんとか階段下までボールを運び切りました。井原正美へうまく渡すことができるでしょうか。いった。ボールが相方へと渡されました。見ていて何か手応えを感じさせてくれます。さあ細道、ここからが一段と道幅が狭くなります。細さのプレッシャーは想像以上に厳しいようだ。無駄のない動きでクリアしていきます。細道を何とか通過。井原正美、パスどうでしょうか。さあどうだ。さあボールが渡された。さああとは自分のタイミングでシュートを打つだけだ。見事シュートはゴールへ決まるか。ゴール、見事。
パーフェクトの栄冠を手中に収めました。秋山浩二、見せてくれました。